ヨハンゲオルク・グメリンは、ドイツの博物学者、植物学者、地理学者である。中便ン,ンで生まれた。父親は、中便ン,ン大学の薬学の教授の同盟の、ヨハンゲオルク・グメリンである。才能豊かな子供で、1727年に14歳で、大学の講義に出席し始め、18歳で医学の学位を取得した。サンクトペテルブルクに旅し、 サンクトペテルブルク科学アカデミーの奨学金を得た。1731年22歳で科学アカデミーの科学と博物学の教授に任じられた。1732年にビトゥスベーリングが率いる2度目のカムチャツカ探検に参加することになり、1733年8月に弟子のクラシエニンニコフとサンクトペテルブルクを出発し、ウラル山地、西シベリアを旅して、 探検の準備をする本体のいるヤクーツクを目指した。エニセイ川の位置を記載し、エニセイスクで記録された最低温度を測定した。カスピ海の水面の高さを測定し、それが地中海の水面高さより低いことを見出した最初の人物となった。1736年9月にヤクーツクで本体と合流した。11月に屋敷が火事となり多くの標本と書籍が失われたが、 翌年の夏、失われた標本を可能な限り、再度採集した。1747年から1769年の間に出版されたシベリアの植物で、グメリンは1178の種について記述し、294の詩の図を描いた。老いのザムエル・ゴットリープ・グメリンが最後の2巻の編集を手伝った。因果植物を扱った第5巻は、 クラシェニンニコフが執筆した。1747年にドイツに戻り、中便ン,ン大学で医学の教授となり、1751年から中便ン,ン大学植物園の園長を務めた。1751年から旅行期、1733年から1743年のシベリアの旅を発表した。この旅行期はフランス語、オランダ語に翻訳されたが、 ロシア人に対する軽蔑的な記述が含まれていたため、ロシア語に訳されることはなかった。1749年にスウェーデン王立アカデミーの外国人会員に選ばれた。ヒソカのグメリナ族などに懸命されている。J.G. グアメルは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハンゲオルク・グメリンを示すのに使われる。ありがとうございます。